韓国放送公社は、大韓民国のラジオ放送とテレビ放送を共に、長須の公共放送局である。略称は、2001年以降は、韓国放送も併用している。2003年から2004年にかけて、ドラマ、冬のそなたが日本でヒットして、韓流ブームに火をつけた。前身は、日本統治時代に設立された、社団法人、朝鮮放送協会はジョク。 1945年の解放以降は、名称をソウル中央放送局に変更され、大韓民国建国時に国営化された。1961年10月15日に地上波テレビ放送が開始され、1973年3月3日に現行の公営放送となった。公営放送であるが、1981年から、 広告収入が認められているため、CM も放送されている。これは、全都間政権時代の1980年に行われた、いわゆる、言論党配合政策によって、東洋放送、東亜放送、再開放送、全日放送、韓国 FM 放送といった民放を統合したことによる。 そのこともあり、旧東洋放送系のチャンネルと有料放送チャンネルに限って実施されている。また、韓国の提供クレジットは、提供企業の名称が羅列しているだけであり、それを読み上げないのが一般的であるが、KBS では、提供の字幕表示を省略している番組が他局よりも多い。KBS 証言放送総局他チャンネルであるが、 地域ごとに視聴できる系統が異なっている。その背景としては、1980年の前、都間による言論等配合により、KBS が MBC 系列各社と CBS 以外の民放を吸収合併したことがある。その後教育テレビ放送、教育 FM 放送は KBS から分離して韓国、教育放送公社に移管している。地上波。 チャンネルケーブル、衛星チャンネルデジタルテレビアナログテレビ、2012年12月31日午前4時、終了ラジオラジオは、テレビと異なり、似顔し、軽軌道も、本社直轄である。地上波 DMB 日刊合作日本製作1、TV このうち、日本向けテレビ国際放送、KBS ワールドテレビでは、ニュース広場、ニュース12、ニュース9を同時に放送する。 日 TVKBS の受信料制度は1961年のテレビ放送開始を機に導入された。日本の NHK とは異なり、当初は KBS 独自で続いて公共機関による委託徴収を経て1994年からは受信料を韓国電力公社の電気料金に輪乗せして徴収している。世帯に テレビ受蔵機がない家庭については、KBS に別途申告することで、毎月の受信料を免除されるが、この手続きが煩雑であり、実際に KBS 受信料が免除されている家庭は少ない。現行の制度は、受信料徴収にかかる費用を抑えることや、受信料公平負担を目的に導入された。 この徴収制度によって受信料収入は増加し、広告収入も増加しているため、月額2500ウォンのまま20年以上据え置かれているが、公共放送にふさわしい財源に見直すべきだとの意見が高まっているため、広告収入を縮小させ受信料を引き上げることも検討された。2010年10月現在、受信料を月額4600ウォンとし、 全体に占める広告収入の割合を20%以内とする法案が検討されている。全都間政権時代には毎日ニュース番組のトップで大統領の動静を伝えたりと時報が鳴ったら全都間の頭文字という音が聞こえるということでと呼ばれていた総選挙時には与党候補に隔たった変更報道を行って韓国の視聴者の反感を買い KBS 受信料ボイコット運動を起こされた。この受信料不払い運動によって、当時の KBS は受信料収入を50%も減らし、KBS の経営にも大きなダメージを負った。言論統廃合による媒体、組織の肥大化により、受信料収入だけでは運営が困難となり、放送局の統廃合など、経営合理化策を進める一方で、 旧東洋放送系統のチャンネルだけではなく、公式ウェブサイト上でも、国営企業を通じて、広告を募り、その収入で不足分を補う事態となっていた。大韓民国の国会にも大韓民国政府を、通じて受信料値上げに向けて、制度改正を求めたものの、拒否されていた。なお、KBS の受信料は、年間3万ウォンであり格安である。 このため、2013年12月10日に、というキャッチフレーズを掲げ、受信料値上げへの理解を求める一大キャンペーンを開始した。KBS ニュース95のつなぎスポットも、韓国の遺産から、受信料値上げに理解を求めるものに変わった。また、KBS 理事会では受信料値上げの目的として、実現した際に実行する重大約束を決め、 放送などで広く示している。ありがとうございます。